ウィーダー HSV010 で登場です。このマシンはどうですか、ライバルとしては。そうですね、今年いろいろとこうレース、いい時と悪い時と差があった印象はあるんですけど、ただやっぱり決まった時の速さっていうのはすごいありましたし、先般にしても鈴鹿にしても、うまく気をつけられないで速いっていう印象はありますね。特にコーナリングが速い印象があるんですけど、行き止まりまで行っちゃいましたか。助けてあげて。今車載の映像が映って困ってる小暮選手の顔が今必死でリバースどうやってやるかって思い出してる感じ。そうか、普段は僕もね、結構ね、僕の車にちょっと言い訳なんですけど、エンジンが吹けなくて。あ、そうですか。で踏んだら急にグリップしちゃって、曲がったんですけど、今どうしたんですか。普段これやっぱりさっきとでバックリバースに入れることないんですよね。ほとんどないんで、多分分かんないとか、パッと思い出せない。今年1年やるときに、これだけ使うことがあるんですよ。僕、1回、さっき止まったじゃないですか、昔のあれを、忘れてたんで、メカニックで一応なんかブレーキの、リバースだけちゃんと効いてなんとかバックできたんじゃないですか。なんかストッパーがついてるんですね、リバースに。そう、はい、なんか、SC だとボタンがついてたりとか、いろいろある。あ、そうですか。だいぶややこしいんですよ。はい、はい。